長月。なんだ、司令官。ちょっと話があるんだけどさ。重要な話か？っていうのは、うっそぴょーん。ほれ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 。変なところ触るんじゃない。この三陸構成はもう、戦艦は抜きます。戦艦いなくてもね、火力としては、間に合ってる気がするね、野戦だから。だから、ここの軽巡に、駆逐に、雷巡にで回していこうかなと考えております。装備はまあこんな感じで。ね。はい。仙台だけ艦乗せてます。いすゞの装備どうすっかな。困ったな。ちょっと待って。思いついた。タービンの方が息してた。回避を高めていこう。いすゞには丸見えよ。まず電炭よりタービン。こんな感じかな。よし。いやでも電炭乗せとった方がいいかな。うわー、やばいやばい。めっちゃ迷う。どうしよう。回避66、66、79。まあいいでしょう。電炭は。これで行こう。行こうと思った。ちょうど遠征が戻ってきた。艦隊が帰投したみたい。お疲れ様。バケツ来い、バケツ。今バケツが必要なイベントに向けて。よーし。じゃあもう一回、バケツに連れて行きますか。うん、ちょうどいいわ。さあ、遠征部隊、みんな。まあ、そう焦んないでよ。夜は長いよ。バケツ頼むで。バケツ400個ぐらいいるらしいからな。早く野戦。バケツ400個持って帰ってってくれてもええで。わかってるよ、そんな仙台急がせなくても。今すぐ野戦連れて行くから。夜はいいよね。夜はさ。五能さん、全部野戦だから。安心して。行くぜ、野戦。どこだっけ？あ、ここだ。第一次サーモン沖海戦。はい。関係ない話をすると、私、お寿司のネタはサーモンが大好きでーす。はい。仙台、水雷戦隊、出撃します。で、ここね、前回、副獣人で行ったんだけど、ダメージをもらった。戦艦の金剛がもう、初手で、初手勝破したからね。ここをね、ちょっと単を試してみようかと思います。単純で押し切るという手もあるんだけど、カットイン出されたらね、押し切るも何もない、ない気がする。一方的にやられるから。やったー！待ちに。さあ、単王の力を。見せてくれ。おーっと、ここでカットインが発生。おし、一石落とした。うん。おーっと、またイスズのカットインも出た。ほい、バシコーン。さらに、ゼカマシちゃんのカットインもバシコーン。おー、うそー。相手カットイン出てないのに。しかも回避高いのにな。おーっと、さらに大一も。カットインドーン。今カットイン出てないのって誰だ？そう、夕立と北上さんぐらいか。他全員カットイン出したね。あら、私やる気満々だ。これは中波でも行きますか。また頑張ります。一応島風ちゃんは回避が高いから、回避能力を信じて進みましょう。まあ、単王でも結構敵倒せるね、やっぱり。じゃあ、これからは単王で行きたいと思います。回避に特化しながら攻撃も野戦だから通っていく。うん。他にこっちの陣形の方がいいよっていうのありましたら、よろしくお願いします。さあ、私と野戦。おーっと、また。ちょっと、戦、ぐーなんていうの？そうなんだよな。フラッグの戦艦に関してはカットインとか関係ないからね。うわー、カットイン来た。うわ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 、やめてー。おお、夕立回避。さすが会員の夕立さん、胸だけじゃなくて回避も成長。そして大一もカットインがどこに刺さる。おー、いいとこに刺さった。惜しい。これで当ててたら S 取れてたかもな。だけどここ通過したな。前回は
ここで撤退したんですよ。悪い気持ちじゃないわね。やったー、また頑張ります。やっと先見れる、楽しみ。この深海域って楽しいよな。先が見れるこの楽しみ。こっちにだけ行かなかったら俺は嬉しいよ。行ってまった嘘言った途端これかよ。せっかく調子良かったのに。じゃあ丹王子、あーもう楽しかったのにテンション落ちたわ。あれここしかも野戦ちゃうし、しかも空母いるし、うわーオーグラッグ戦艦もいるし、どういうことこれ。私砲雷激戦って聞くとなんちゅうひどいマップや。いや、あっちの横にそれる構成とかって決まってんの？ちょ、俺その辺まだ、そう、コメントとかもらわない状態で今やってるからね。困ったなぁ。水雷戦隊突撃。島風。ほ。砲雷激戦。まあこれは泥試合になるだろうな。こっちは単王だから攻撃を通すことができないし、敗北決定だろう。砲雷激戦。よーい。いや、こっちに逃げてしまった場合は。単獣人で落としていくスタイルでいいかもしれないね。おお、避けた。私には誰も追いつけないよ。うわー、仙台。やっぱ仙台は野戦じゃないと力を発揮できないな。最高に素敵なパーティーしましょう。私。あ、でもこれ勝ちかもしれん。B で勝ちかもしれん。当たるな、当たるな。よし。バケツの消費が少しで済んだ。負けたくないな。イベント参加にも、ああ負けた。イベント参加にもその勝率が関係あるみたいですね。その勝率っていうのは通常のこの敵との勝率なんか演習も関係あんのかね。艦隊が起動したね。ちなみに自分の演習の勝率は 60% ぐらいでかなり低いんで、演習も関係してくると、もしかしたら、イベントに参加できないかもしれん。通常の方はね、勝率 99% ぐらいあるかな。バケット今180個ぐらいあったね。で、この、軽巡や、駆逐艦のいいところはこうやってね、修復にかかる資材が少なくて済む。さすがにヘトヘト。ね、鉱材がね、もう1万切ってるんよ。まあ、これなぜかっていうと、動画撮ってないところで、建造しまくってるからなんだけど。建造しまくって、しかも何も出ない。何も出ないっていうね。とりあえず直すね。はい、キラキラを4席つけてきたので、これで、ゴノさん、行きましょう。さっきみたいに、調子がいいと、いいんだけどな。その代わり、外に、それないでほしい。まあでも思った以上に単王が活躍できてるね。ボス以外は単王でいきましょう。ボスだけは単獣人でフルボッコにしてやんよ。これはあれかな、下に行くのはなんか決まりがあるのかね。今まで上しか行ったことないんですよ。まあその辺ちょっとわかんないんで。さあ仙台ちゃんやっちゃって、おーし、うわー、カットイン来たー。一歩撤退か、これもしかして。またか、まだゼカマッちゃんが中波。そう、こっちのカットイン出る分には嬉しいんだけど、相手がカット中波でもダメージ、おー、中波でもダメージ通せるね。さてと、おーし、機関落としました。おー、はい、あー当たらなかった。93式三素魚雷。大一と北神様はカットに出なくてもダメージ通せるからね。私が一番。よしよしよし。まあこの中波で進むは正直怖いんだよな。次ね、フラグ、おお、まあイスズ。進化前のイスズも
これよく見たら胸あるんだよな。パイスラで、パイスラで胸があるように見えるんだよな。次で大破出る確率が高そう。問題はここだぜ。乗り切ってくれよ。乗り切るのはいいけど、それないでくれよ。ここで乗り切って喜んだ後に俺を落胆させるっていう、そういう魂胆も見え隠れしてるけど。うわー、仙台外した。終わった終わった終わった。あ、でも16。あ、すごい。さすが夕立会に耐えてくれる。結構期待に応えてくれるな。会議にしてよかったけど、それどこに行くの。うん、あなたって遅いのね。野戦。うわー、まあ、なんていうの、ぐっそー。チューハがこんなに入れたらボスに行くまで大破絶対出るやん。もう分かってる。7、ダメージ通して頼む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 。よし通した。93式。よし通した。やっちゃってよ。うわ、まだ一人攻撃あったんか。うわー、魚雷発射管がプロモーター。今あれだな、一番下の駆逐艦倒しといてくれたら攻撃なくて済んだんか。あー、はい、今の敗北。嘘。謎判定。ここで結構敗北かさんでいくな。これでイベント出れませんとか、マジ勘弁やで。何パーセントまでイベントに出れるんですかね。頼む頼む頼む、右にそれるな。嘘やん。え、これ右にそれるのもしかしてあれか、構成悪いか、もしかしてこれ。どうしよう。ここはもう、あー、どうしよう。あー、ターン王子で逃げるか、もう。んー、どうしよう。駆逐艦、駆逐艦か、雷順か、軽順が2隻入ってるから、外に逃げる。もしくは1隻入ってるから、外に逃げる。どうしよう、誰抜こう。この辺はもう、あれだよね。自分の方で、検証しないとダメだな。海のもクズとなりなさいな。どうすっか、どれ抜こっかな。雷順の可能性が高いかな。やっぱ運営さんとしても雷順は強くて安定してるっていうのは分かってるだろうし。いや、でも抜きたくないな。口軍にで外にそれるってことはないでしょう。そこまで戦力あるとも思えないし、戦艦と比べるとね。どうする、どれ抜く。じゃあ一回水雷戦隊突撃、仙台ちゃん抜いて、仙台、いすずでもいいか、仙台かいすず抜いてみるか、もしくは両方抜いてみるか。でも両方抜いたとして、戦艦入れないといけないんだよね。ちょ、戦艦入れたくないな。資材バカ食いすっからな。まず上から順番に、試していきたいと思います。まず上の軽順抜いて一旦と、駆逐抜いて一旦と、雷順抜いて一旦って、上から順番に、まあ、やっていきます。また負けた。そして仙台レベルアップ。はい、それでは夕立以外キラキラの状態でゴンさん行きたいと思います。軽順のイスズと、仙台を抜いて戦艦2隻入れました。うん、コストの問題上戦艦は入れたくなかったんだけど、攻略にはもしかしたら欠かせないのかもしれない。あの外に逃げるのがちょっとわからないんで一応入れてみました。で、これでも外に逃げるようであれば、次は駆逐艦、その次は雷順と抜いていきます。はい、行きましょう。この手探り感が面白いというのもあるが、ちょっと怖いというのもある。私たちの出番ね。フォーノミー、皆さんついてきてくださいね。よし、ここは絶対気のせいなんだね。で、下に行くか。おーっと、行かない。じゃあ
三王子に行きましょう。ここでいつもね、大派なり中派なりが絶対出てるんだよね。私は食らいついたら全島風ちゃんが中派するようであれば、ここにタービン乗せた方がいいかな。あー、来たー、それがー、うおー、大破した。もうマジでマジで一歩大破、そんなことあっちゃいけないでしょ。せめてせめてそれで終わって、よしよしよし、これだったらまあ北神様だけバケツ使えばいいので、もう一回いける。戦艦入れたらね、一歩目撤退だし、戦艦入れなかったら横に逃げていくし、でも、このマップきつい。どうやってクリアすんの？戦艦ジャーズが上がったよ。ここはもしかしたら、4の4より厳しいかもしれん。艦隊が起動したみたい。はい、それでは本日最後の出撃となります。レベリングも兼ねて、春菜さんを連れていきたいと思います。で、島風ちゃんにカンと、ユーダちゃんにタービンを乗せていきます。さあ、行きましょう。で、キラキラのついてる状況はと言いますと、金剛と、大一致しかついてないけど、私たちの行っちゃいましょう。フォーミー、皆さん、ついてきてくださいね。せめてこの先を見たい。調子よくここ行った時に限ってもそれちゃうからな。おお、また上に行くさい。下がどんなんかも見てみたいな。これでフィニッシュ。怖いな。戦艦狙われたら、あー、修繕費がかかるんだよ。かさむからやめて。うおー、あぶねえ。一発大破したかと思った。まあ、何度か耐えてくれたけど、うわ、当ててくれへんな。敵がカットインさえ出さなければ、みんな下狙っていって、下。下狙って。だってまだ、下。超駆逐艦がまだ攻撃残ってる。あいでばっかや、俺。実況ちゃう、これ。勝ってる。私が一番？やっぱり？そうよね。このマップ、このマップ楽しいけど嫌や。負けがかさむから嫌や。心臓に悪いし。この、軽巡洋艦、陣痛です。問題は次やぞ、次。よろしくお願い。大一、大丈夫かな？耐えてくれるかな？まあ、大一狙われたら、まあ、終わりやということやね。ああ、フラッグ。フラグ一発落としてくれへんかな、誰か。なわけないでしょ。頼む、フラグ狙って。フラグ戦艦狙う。ああ、大一狙う。あ、よかった。よかった。許しません。みんな大一狙いすぎ。うーわー。まあいいだろう。下、下行こう。おー、ナイス。あー、当てなかった、もう。おっしゃ、また当てなかった。みんないいとこ狙ってくれ。うわ、カットに来た。どこどこ狙うそれ。うおー、中派でまくり。カットインやめて、カットイン。あ、俺の方がカットイン。下、下、下、下。おーし、いいとこやった。よっしゃ、これ終わりでしょ。大一狙い通りだな。よっしゃー。やっと先見れるー。あら？私？これで、これで右にそれたら、軽巡1隻ないし2隻入れてたんがダメだったってことが、まあまだ1回しかやってないから判明されるかどうか微妙なとこだけど、なるってことかな。おー、わー、やっぱ軽巡入れちゃダメなんかな。うわー、そこ、あ、気のせい？え、ここ気のせい？マジでラッキー。じゃあ、あと2択。ちょっと待って、祈るわ祈るわ、頼むぞ。乱数調整するか、乱数調整初めて行けたから、本日最後って言ってた、最後最後に来れたから、乱数調整行くぞ。あー、下行きたいな、下。下行きたい。
頼む、螺旋丸さん、俺下に、下に行かせて、頼む頼む頼む、下に行かせて。よっしゃくー、ちょー、成功。何これ、なんか出てたけど、ここは単純人でしょ。頼む頼む、ボスどんな、しかもヒルやし、おい、嘘、しかも中はこっち3だからな、分は悪いけど、ボス超えたんが嬉しい。うわー、めっちゃ決まんでる。おお、機関が補給艦、しかも落とした。え、これでんじゃもう俺ゲージ削ったことになんの、どうなん、負けても、負けてもゲージ削ったことになんの、どうなの、どうなんだい、どっちなんだい、おい、あー、そっかそっかそっか、駆逐艦は潜水艦に攻撃しちゃうんか。あ、でも問題ないか、ここは単王人より単獣人でいいでしょ、潜水艦無視で他のメンバーに任せておけば問題なしなし。あ、せっかくだから野戦しよっかな。で、野戦できるのが1、2、あー、そっか、2隻だけか、他はだって潜水艦に行っちゃうもんね。さあ、最後の雷撃が楽しみだな。どこに突き刺さる、その雷撃が姫に突き刺さる。よし、野戦行こう。さて、 S 勝利もらいたいところ。うわー、ミスったー。じゃあ S 取れないじゃん、バカだれー。しかも2、うわ、野戦やるんじゃなかった余計なことやった。あ、そっか、潜水艦おっか、 S 取られへんやん。あー、おバカー、俺おバカー、何やってんの、無駄に資材食っちゃったな。まあいいか、多分 A 勝利でしょ。うわ、カットイン来た。うおー、あぶねえ、あぶねえ、大破し、大破だからちょっとビクってした今。あ、 B？ 嘘、あら、私悪い気持ち、これで B か。また頑張ります。 A 期待してたのにな、残念、無念。おお、持ってる。登場よ、青葉ともども、よろしくね。よろしく。これでゲージ削れてんのかね、ちょっと見てみますか。展開ジャーズが上がったよ。めっちゃ厳しい、ここちょっと見てみますか。全然削れてない。え、ちょっと待って、1、2、3、今までってさ、4回で削れてたよな。ちょっと待って、1、2、3、4、え、これもしかして5、6回いかないといけないパターンっすか。マジかよこんなきつい野戦マップ5、6回行くの、いやいや、行きたくない。ボスまで直行の誰か固定ルートないですか椅子どこだ、多分3だと思うんだけど。椅子ず、はい、椅子、あれ、あ、いや、椅子ずは大正時代に建造された長良型刑事の2番艦。伊田天佐はもちろんだけど、私の歴代艦長の中からは、あの山本五十六提督、山口多聞提督など、後の海軍を支える人物が多数輩出されたの。すごいでしょ。なるほど、わからんけどすごいと思う。特にこの辺がすごいと思う。でけえな、ほんとバレーボールだな。バレーボール2個詰め込んどんのちゃうかこれあー、チューハイみたいな。あと、あ、そうだ、ゆうだちゃんのチューハイ、ゆうだちです。あー、下乳、ふぅー。アイアンボトムさん、この膨れつらみたいな感じも可愛いな。ユーザちゃんこんな可愛くなって、嫁候補だな。今回の一番の盛り上がりはイスズの生着替えタイム。ついにレベル50となり改造できるようになりました。おめでとうございます。パチ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 。それでは行きましょう。弾薬360と
鋼材270と、まあ駆逐艦よりはそりゃ多いな。ユグダチはね、カイニで別人張りに成長したからね、イスズの成長にも期待したいと言ってるところで、おでけー、なんだそれ、バレーボールでも突っ込んでいるのか。いろいろともう突っ込みどころ満載だけど、もうちょっとアップで見たいな。さあ、ステータスはどんなもんか見てみますか。ちょっと仙台と比べてみるか。火力59、これちなみに近代化回収済みの仙台です、59 27、雷装47、対空50、対空竹、未改造で65ってすごいなこりゃ。対空マヤにも負けないぐらい対空高いのかな。で対戦80、うわはははは、対戦と対空鬼のように高いな。これがイスズの特徴か。で装備が電弾2つ持ってきてくれてるね。あと3式なんだら、3式なんだら、連帯水上か対空か、まあ対戦の方が高いんで、ここは対戦電弾の方つけとった方がいいかもしれんね。じゃあ、近代化回収ね、やっておきましょうか。はい、いつもの、トネチクマタイム。もう合成と言ったらまずトネチクマから。そういう決まりがあるから、トネチクマもうないんかな。トネチクマ、あそっか、夕立ちね、まださ、最近改造したばっかなんで、そこで合成使ったからな。近代化回収、素材があんまり揃ってないけど、大丈夫かな、足りるかな素材。一応ね、夕立ちは雷装も全部階層マックスにしておきました。さあどこまで上がるか。今で星さん、あとそうだな、結構空母あるから対空は上げていけるよ。ほらね、結構揃ってる。戦艦を、戦艦がぼちぼちってとこかな。山城、そう、山城と不装姉様がね、ポロポロ出るんだこれ、ほら。3の2回してたらね、この2人とヒューが伊勢。よし。十分だわ、戦える。あ、そうそう、あの公式ツイッター見たんだけどね、情報が盛りだくさんでしたね。なんと11月1日にイベントスタートの予定とのことです。1週間、いや、ちゃうな、2週間か、あと2週間後ぐらいだね、約。うーん、イベントの最深部海域で報酬としてヤマト艦の2番艦武蔵だったかなが先行配信されてゲット可能に。まあ2週間の間にね、資材とバケツ貯めないといけないから、この3でね、資源とバケツ食いそうだから、のんびりこの3はクリアしていこうかなと考えております。だからこうやって近代化回収の動画もカットせずに見せちゃうスタイル。皆さんはバケツや資材どれくらい貯めてますかね。まあ、僕の目標としては、まあ資材はオール2万5千ぐらいかな、貯めて、でバケツは350、まあ400近くかな、を貯めていこうかなとは考えているんだけど、それでも足りるか微妙そうかな。前回のイベントがわからないからね、どうしようかな。前回のイベントの動画が上がっているのであれば、どうしよう、見ようかな。気になるから。あと大和型3番艦のシナノのデザインがすでにアップしていて、スタンバイ中とのことですね。イベント後に実装されるのかな。
大砲とシナノどっちが先に実装されるのか気になるところ。龍城と松鳳さんがポロ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 、これもまた出るんだわ。こんなもんかな。オッケーオッケー。装甲がまだ上がるのか。近代化回収助かるわ。もっと働ける。装甲だけ上がるっていうのないよな。どうしようかな。これも上がっちゃっ、あ、どっちも上がったのか。じゃあこれで、もう近代化回収も、全部。あー、そうか、雷装以外は上がった感じかな。オーケー。ほいっと。近代化回収、助かるわ。もっと働ける。また雷装を上げるためにいちいち回るのか。結構面倒だな。まあでも、かわいいイスズちゃんのためだ。そうだな。あと、話また変わるけど、イベントに戻るけど、イベントまでに従順と、軽空母、2隻くらい、レベル50まで上げておきたいな。またルート固定とかもあるだろうしね。アイアンボトムサウンドっていうくらいだから、平均レベル90いるとか。そんなだと困るんだけどな。多分僕じゃ、その最新部はクリアできるレベルに達してないと思いますね。よし、こんなもんかな。58、59。ほい。近代化回収助かるわ。もっと働ける。近代化回収することによりイスズちゃんのバストもアップアップ。 G カップから I カップに成長したな。こんなもんかな。オッケー。十分だわ。戦える。はい、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。